予選3番手からスタートして、まずウルフィがスタート担当してスタートで2番手に上がってそのまま順調に周回を重ねてその2番手にフローリアンが乗って僕は3番目に乗ったんですけど、まあ、ピットストップも常に作戦通り順調に終わって、まあ、常にトップを狙える位置でセーフティーカーが入っても必ずセーフティーカーの後ろにつくような状態でレースを進めていって、で最後1時間ですね、僕がスティントを任された時にはちょうど自分は3番手でトップがベントレー、2番手がアウディで自分という状態で、まあ、最後長いセーフティーカーが2回入ったんですけど、まあ、そのリスタート最後のリスタートで、チャンスがあってそこでアウディとベントレーを、まとめて抜くことができて、トップで優勝できたというような流れでした。バサースト12時間そのオーストラリアのレースなんですけど、ヨーロッパからその競合の名だたる自動車メーカーが参戦してきていて世界トップレベル その12時間耐久レースだなというふうに感じましたし、コースがですねとにかくすごくチャレンジングでリスクの高いコーナーも多いのでセーフティーカーがレース中に20回出るほどすごい荒れたレース展開だったので本当に最後まで気を抜けない本当にハイレベルなレースだったと思います。しっかりフロントタイヤをですねとにかく温めて再スタートのチャンスにかけられるようにしっかり集中して、で再スタートの時にはコントロールラインまで抜いちゃいけないんですけど並ぶことは可能というふうなルールを言われてたので目の前走るアウディに最終コーナーでしっかりタイミング合わせて、アクセル開けてって、で1コーナーまでに前に出た時はこれはもしかしたらいけるかもしれないと思ってそのままベントレーについていって、ストレートで前に出たのでもうその時にはちょっと自分でも信じられない展開でしたけど本当に車も完璧でしたし自信持って走ることができました。そうですね、トップに立ってからは本当にこの12時間そのチームかけてきた思いとやっぱ自分もここまで走ってきた思いが高かったので、まあ、レースだから最後まで何があるか分からないので最終コーナー回ってチェッカーフラッグ見るまでは正直気が抜けなかったです。予選でまず3番手タイムを出した後の週にやっぱりポールが取りたいって気持ちで少し行き過ぎてしまって4コーナーの、壁に、リアから当たってしまって、チームには本当に申し訳ないことをしてしまったなと思います。まあ、ただですねチームが本当にハードワークで、レースの前日に車を直してくださって、まあ、レーススタートが朝5時50分だったんですけど車が完成したのが4時30分、本当にギリギリまで寝ずに作業してくれて、まあ、レースは本当にそのクラッシュを感じさせないような素晴らしい車で走ることができたので本当にチームには感謝したいです。あとチームメイトの2人のウルフィとフローリアンもですねウルフィは去年走って2年目だったんですけどフローリアンは今年1年目で、まあ、その中でも彼らが本当に作戦に忠実にコンスタントに走ってくれたおかげで、まあ、最終ラップはやって僕がこうチャンスをつかむことができたので本当にチームメイトの2人もありがとうっていうふうに言いたいですね。僕自身もこの GTR ニスモ GT3 とはですね GT デビューの時から一緒に走っていてヨーロッパの去年ブランパンシーズンも戦いましたしその GTR ニスモ GT3 で、まあ、国際舞台の大きなこのバサースト12時間というビッグレースで優勝することができて、まあ、これがニスさんにとって多分初優勝のになると思うのでそれがまた自分がここに関われたことに本当に誇りに思いますし、このチャンスをくださったニスさんニスモに感謝したいと思います。